しますね。ポテト最高。昼ごはんハンバーガー3個だよ。すごいね。パペポ。パペポ。何パペポって。バーガーの名前です。はい、なんかメール来てました。メール来てましたね。あのこのあれでいいですよね。読むの。で29回目両方からマックでお願いします。体飛ばすね、今日も採用になりますので。やばい、やばい。顔がむくんでんな。大丈夫だよ、いけてるよ。何がもうね、いいじゃない。待って、1分待って。行きますか。行きます。はい、はい、電話とか鳴る可能性ありますんで。はい、それはそれは何、無視した方がいい、それともあ、何か今日はまず事務所で事務所だし、まあ、お送りしてる事務所でやってるっていう手でやれ、いいね。そうだね、全然いいですか。お、良い。はい。あっちだね、最初。あ、そうそうですね。オッケー。よい。はい。さ、なんだっけ、ラバシンチャンネルをご覧の皆様、どうもこんにちは。こんにちは。ラバシンです。今日はですね。さ。一風変わって、あのサムライロックオーケストラの事務所に、はい、はい、で収録しますので、はい、ちょっと途中電話とかなる可能性あります。あっちがチャチャが入るんだ。はい、はい、スタッフさんがいっぱいいらっしゃいますので、はい、気になさらず、はい、進めていきたいと思います。はい、しかももうちょっとこっち入る。はい、そうです。もうちょっとあっち入ったら、もうちょっとあっち入った。嘘嘘、もうちょっとおいで。オッケー、入れてよ。行きますよ。はい、真のラバーシーン。皆さんこんばんは、ヒデです。ショウです。コンです。何かを頑張る皆さんを全力で応援するラバシンのラバーシーン。なに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 、それ。ハッピーバースデーオーレー。ハッピーバースデーオーレー。そろそろ恥ずかしくなってくるぞ。赤くなっちゃった。どうしたの。今日は2月6日じゃないですか。はい、今度誕生日ですよ。わーい、おめでとう。おめでとう。何歳なの。27。なんて。27歳。日本語でね、心が折れた。27歳になりましたね。おめでとうございます。あっという間ですね。あっという間ですね、本当に。27歳になった抱負は。抱負ですか。はい、そうですね、はい、とりあえず考えてなかった。亡霊とか聞きながら、今年はもっとあの外に繰り出そうかな。あ、いいね。アウトドアにちょっといいじゃん。はい、その方がいいと思う。世の中をちょっと外のね、とか言いつつね、この間ゲーム買ってたよ。ダメじゃん。前回から、はい、あの YouTube にこの収録の模様をお届けしているわけですが、皆さんどうですかね。どうですか反響は。でもなんか YouTube 流してから、うん、あの街歩くごとに、あれ、ラバシンのコンサートですかって嘘つけよ、ほんと言えたな。やっと顔出たもんね。やっと顔出た。顔出たから、声だけだったからね。夢だ、それ夢。夢か。いやでもね、うん、2人がこう編集してくれてるから。いや、ほんとはね、すごく上手。いや、ほんとはね、はい、俺がやる予定だったんだけど、2回目に関してはあのコンにパソコン取られて、いや面白いですね。どうした、珍しい。ずっとパソコンの前でやってくれて、しかも見たらすごい俺より全然センス良くて。それ2回目のやつは、うん、あれだよね、コンが結構やってくれた。そう、かなりやった。もうでも、まあ、9割5分やった。おお、面白かった。うん、いや、なんか僕も面白かった。やっててね。じゃあ、いいじゃん。もう時間が早く進む。やってると、まるでゲームをやってるような。
いいね、いいね、ゲーム感覚だ。そっちにハマってもらった。ねえ、じゃあ今回の分もよろしくお願いします。あそれやってるからね。やれよ。でもやってたら楽しいもんね。楽しいっす。うん、で、どんどん上げていくので、はい、もしあの感想とかあったら、Twitter でも何でも送っていただければと思います。はい、お願いします、はい。またこの映像に合わせて、あの我々所属しております、サムライロックオーケストラから、あのなんだっけ、アメーバフレッシュというね、はい、アプリから僕たちのその傾向、風景だったり、はい、その舞台裏が見れるような番組ができたので、うん、これはなんとあのラバシンのマネージャーでもある金子くんが、お金子プロデューサーとなって、金子 P ですね、金子 P となってね、侍の裏側を撮ってますので、そちらも合わせて楽しんでいただければと思っております。はい、ね、なんかコーナーとかもやるのかな。やるんじゃない、これから。なんか稽古で集まった時とかやりたい ね, 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 ねそれをアメーバフレッシュにあげて、うん、やっていけたら ね, ね、またラバシンともこうコラボしていきたいね、うん、やりたいね、うん、ぜひ、ね、ぜしカメラ目線でぜしあれって何、チャンネル登録したら連絡とか来るのか。連絡とか来る、いや、いつでも見れるんだって。 あのいつでも見れるんですか。そう、なるほど。で、番組名がまずアメーバフレッシュって検索してもらって、そのアプリ取って、はい、その中から番組表があってね、検索でまたマッスルミュージカルチャンネルっていうので見れます。なるほど、ぜひそちらも見ていただければと思います。はい、なんかあのアプリ僕撮ったんですけど、撮った、なんか猫をずっと映してる映像とかあるんですけど、猫カフェだっけ、なんか、うん、なんかすげえ、あれ何万人とか見てる、あれすごいよね。へえ、そうなんだ。それがね、僕たちのチャンネル、マッスルミュージカルのね、うん、あれでは見てくれたらね、しどろもどろ、ザ・しどろもどろ。コーンをずっとさ、追いかけた。あ、それも面白い。あ、いや、でも動かないよ。カメラも動かなくていいか。いかに外に出ないかっていう。ちょっと固定で固定で大丈夫。コントローラー持ってるコーンだよ。コーンの生態コーンだけでコントローラーね。おー、27歳になっても面白いよね。相変わらず。さて、ありがとうございます。あと他にだからさ、お知らせいっぱいありましたね。もういいかな、はい、僕のバースデーのお知らせがすごいなんか薄く薄くなっちゃった。分かった、今週は全面的にちょいちょい言うから、はい、今度誕生日ですってね。今週こそ今の週ですからね。はい、行きまーす、はい、さて一曲聴いていただきましょう。僕たちのデビューシングル、せーの、ドリーマー。ラバシンがお送りしています。何かを頑張る皆さんを全力で応援する、ラバシンのラバーシーン。ブルーブルーメールでしょ。違うよ、プルルの時間だよ。プルルの時間だ。さあ、やってまいりました、はい、プルルの時間です。ありがとうございます。はい、いきます。ラジオネーム、ラバシンジャー2号さん。2号さん、誰でしょうね。1号はなんか、ちなみに1号は金子くんで、ここで。あ、なるほど、そうなんだ。分かった、謙虚ですね、その2号さん。はい、いきます。はい、2月6日は、コンのお誕生日ですね。ハッピーバースデー。おめでとう。イエーイ。そして16日は、ショウのお誕生日ですね。そうなの、はい、ショウなの。はい、はい、お二人はお誕生日はどこでどんな風に過ごす予定ですか。プレゼントは何か欲しいものはありますか。皆さんの誕生日の嬉しい面白いエピソードもあったらお願いします、とのことです。で、コン何するの。コンはね、今日はね、多分DVD 見てると思う。言わってあげて、誰か。とりあえずラジオ聞くでしょ。とりあえずラジオ聞きながら、そうですね、ワイン飲んで、ワイン飲んで、マジで、ご
マンチックにねちょっと過ごしたいと思います。何も予定ないの？何も予定ないよ。 6でも空いてる。空いてる。1日空いてる。空いてたと思う。あらー、空いてる。誰か一緒に僕と過ごしてください。欲しいもの、欲しいもの、欲しいものは包丁が欲しい。めっちゃあるよ、うち。いや、あれ全部ね、全然ダメな包丁。なんで研げばいいじゃん。いや、研げばいいんですけど、いいやつが欲しいですね。あー、なるほどね。めっちゃいいんですよ、いいやつ、やっぱ、まあ、軽いし、軽い、そう、軽いんですよ、重さを。でも、その前ね、家で見たけど、トン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 がめっちゃ速かったのよ。コン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 ですよ。あれでポンでいったからね、ごめん。あ、でもそれ欲しいですね、なんかキッチンキッチンセットみたいなのが全部欲しい。それ自分で買ったけど、なんかもうちょっとなんかねっていう感じ。新しいのが欲しいんだ。あー、なるほど。今度あれだね、あの作ったやつどんどん上げてってね、ツイッターから。そうだよ、そう、全然上げないもんね最近。ちょっと頼むよ。すいません。不安のさ。いえいえ。ショー、僕の欲しいもの言っていいですか？ダメダメダメな。いいよ。お願いがあるんだけど、あのいいよ、2人、うち2人いるじゃないですか、新体操でね。で、結構2人が焼酎飲むから、結構なんかお中元、お歳暮とかで焼酎を送られてくるんですよ。で、2、3ヶ月前に僕、バーカウンターのテーブルを買ったんですよね、僕が、リビングに。で、そこには多分リキュールがパーって並んでおしゃれになるだろうなと思って買ったんですよ。今となったら焼酎、なんか日本全国の焼酎がそこに並んでるみたいな。いいじゃん、焼酎も流行ってる。いや、でも焼酎の言っていいの？言っていいよ、あと40秒ぐらいで。マジで？どうしよう。誕生日遠いしな。あ、ラートが欲しいです。ラート、ラート、あれ、あれ生々しい話、いくらぐらいするの？だいたいあれ多分ドイツに発注をするの。日本じゃない。日本では、まあ、最近ちょっと新しいところができたけど、やっぱりドイツバートができて。へえ、そう。そうすると25、6万円ぐらいかかるんじゃないかな、輸送で、込みで。込みで、うん、なるほど。すごいよ。これは自分で買ってください。はい、頑張って働きます。CM 行きます。